皆様こんにちは。三菱 UFJ 国際投信の瀬戸口です。動画をご覧いただき誠にありがとうございます。香港タイムズは世界有数の経済都市の香港で働く林田さんと相澤さんから香港の今と題して不定期ですがお送りしてまいります。第1回目は香港での新型コロナウイルス感染予防策前半についてご紹介していただきます。それではよろしくお願いします。皆様ニーハオ。三菱 UFJ 国際投資オンエアをご覧いただきありがとうございます。香港タイムズでは香港オフィスから現地に密着した情報をお届けしてまいります。案内を務めるのは香港生活4年目の相澤です。皆さんよろしくお願いいたします。早速ですが今回のテーマに移りましょう。相澤さん、今回取り上げるテーマは何ですか？コロナ第3波ですね。香港では日本と比べてもより厳しい感染予防策を打ち出しているようですね。詳しく紹介してください。こちらはフードコートですね。ここがどうかしたのですか？三民弁論弁選時、つまり日本語だとレストランの入店制限ですか。なるほど、レストランで感染予防策を講じているのですね。確かに今見ても人が座れないようにシールが貼られていますね。相澤さん、他にも感染予防策があると聞いたのですが。次はどこに向かったのでしょうか。林田さん、相澤さん、どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。日本は今新型コロナウイルス感染拡大の第2波が広がっていると言われていますが、香港では第3波が懸念されており、それに伴ってレストランで人と人との距離を確保する取り組みが行われていることが分かりました。第2回目は近日公開予定です。次回の香港タイムズも林田さんと相澤さんに香港の街の中の様子をお伝えいただきます。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。